キング。今日やる料理はね、これね、見つけちゃったんですよね。これダイソーに行った時にこれを見つけて、あ、これやってみようと思って。で、僕もね、初めて使うんで、ちょっとどうなのかなと思ったんですけど、ちょっと開けてみます。最近のダイソーはすごいですね。はい、あ、ってことはりなちゃんが今日までで、ね、こんな、こんな感じ、これだね、干しぶどうみたいになってんだね、これ。これがトマト、ドライフルーツだね。うん、なるほどね。うん、でね、うん、美味しいね。でね、これね、何ですか。うん、実はね、前なんかイタリアンレストランに行った時にこれ前菜で出てきたんですよ。で、これなんかね、やっぱなんていうのかな、こう、はいで、なんかオリーブオイルとやっぱニンニクで漬けてあったんで、まあやっぱりこれね、なんでね、ひらめいたんだけど、ちょっとアヒージョにしてみたらどうかなと思う。で、それ温かいのも食べれるけど、まあ冷めてもこれは前菜としていけるようなものが作れるんじゃないかなと、まあ踏んでますね。なんで調理スタート。はい、はいはい。じゃあね、まあアヒージョっていうことで、まあとりあえずこのオリーブオイル、ダンダダーン、入れますね。めっちゃ入れますね。うん、なんせオリーブオイルは体にいいし。そうなんだ。うん、そうそう、あのね、全然普通の油と違って、そのあのいい油なんだよね、その体にはね。うん、なんで結構大量にとっても大丈夫です。で、そこにこれね、ニンニクのみじん切り、それから鷹の爪のね、ちょっと切ったやつね。で、これをこう入れちゃいます。はい、こんな感じで、じゃんじゃんじゃん。そしたらね、もう単純な話ね、これでね、ただ単にこれをバーン入れちゃいますよ。おー、この油の中でこのドライフルーツをちょっと戻すようなイメージだよね。これでこのニンニクの香りと、ね、まあ、トマトがこの自然とこの油で戻る感じだよね。で、これに、多分これで冷めてもこのオリーブオイルとこのガーリックの香りが移って結構美味しいんですよ。なんで、この感じで少し弱火で、カリッとでこのまま、少しこう、まあ、煮るというか戻すというかね、ドライトマトをこういう感じで火入れていきますね。はい、梅干しみたい。梅干しだよね、これ。なんか梅干しに見えるね、確かに。見えますね。うん、でもこれダイソーでこういうのがもう売ってる時代になったんだね。素晴らしいね、ダイソーさん。素晴らしいよ、ダイソー。ありがとうございます。ありがとう。ね、まあね、今日はね、これだけだとちょっとなんなんで、ちょっとね、遊びもこれ、これ6ピーチーズ、これもね、ちょっと一緒に、ね、入れてみるかなと思います。大好きなやつですね。大好きなやつね。そしたらね、このね、6P チーズに、ね、6P チーズをこれも適当に入れたらどうなんのかなーなんてね。はい、そのまま入れるのか。このまま入れてみようということです。遊び心だね。遊び心、溶けたらごめんねみたいな。まあでもこれである程度火が通ったところで、もはやもう完成という域なので。素晴らしい速さでござるね。うん、そうそうそうね。前にも海鮮アヒージョやってたよね。アヒージョ、そうね、やってたね。あれは美味しかったね。そうだね。もしよかったらご覧ください。はい。こんな感じだよーと。よいしょ。わー、なんかチーズが溶けていい感じだね。うん、だこれはだから、それこそあったかいうちにバケットで両方トマトとチーズ。あー、美味しそう。うん、で冷めてもおそらくこれはいけると思うんだよね。うんうん、なんとなく缶なんだけどね、前菜みたいになるんじゃないかな。それでね、せっかくなんでね、ちょっとね、このね、なんとなく玉ねぎ余ってたんで、玉ねぎもね、ちょっと入れてみようかな。合いそうだね。合うかな。うん、まあ合うんじゃないかな。よいしょ、これでちょっと様子見かな。はい、チーズ溶けちゃうんだな、これ。そうか、そうなんだな。なるほど、チーズが溶けてきました。なんかやばい予感が。ちょっと待てよ、そんな闇になる。闇に葬られる動画がついに出るかな。いや、闇にはしないよ。いや、まあ、出すよ。出すね、これは。
よしよし、こんな感じで、はい、はい、そしたらね、ここでね、ちょっと軽く一塩だね、一塩というか、まあ、たま、まあ、あの塩だね、アヒージョなんで、ちょっと塩パラパラパラと適量入れます。はい、しばらくちょっとグツグツ煮て、たまげちゃんが少し透き通ってきたら、はい、これで完成です。あったらね、はい、パセリなんかビューンって切らして、よいしょ、はい、スキレットなんで、このまま食卓に持ってて、おしゃれだね。はい、バケットを添えて、今日の簡単料理ね、はい、ドライトマトとチーズのアヒージョの完成です。イエーイ、はい、よし、じゃあね、早速食べてみたいと思います。はい、こんな感じだよ、はい、よし、じゃあね、食べてみたいと思います。ね、そのあとその前に絶対に忘れちゃいけないことを危ない危ない危ねえ危ねえ。じゃあ今日もね、チューハイタイムいきますよ。皆さんお疲れ様でした、乾杯。あー、おいしい。てかね、今日のこの料理ね、どっちかって言ったらあれじゃねえか、ワインとかのが合いそうですね。じゃあね、確かにね、ちょっとね、食べてみたいと思います。いただきます。まずドライトマト、どんな感じかな。ドライトマト、梅干しちゃうやろ。うん、おいしい。え、なんか変わった、ドライの時と。うんうん、なんかやっぱりガーリックの香りと、少しあの硬かったのが戻ったね、この油の中に。そうなのか。うん、おいしいおいしい。でね、うん、チーズちょっと気になるね。ちょっと取って、これビヨーン、こんな感じ。伸びてる伸びてる、伸びたじゃねえぞ。はい、あー、こっちか。あー、落下してしまった。落下でも、あ、じゃあチーズだけで、どうなんだこれ。チーズはね、間違いないね。また玉ねぎチーズ、玉チーズ、玉チーだね。あー、こっうん、あー、おいしい。これタマチ合うわ、これ。おお、新たな発見だね。新たな発見。もう失敗したかと思ったけど、こうチーズはやっぱりこう溶けちゃうから、微妙は微妙なんだけど、でもこのあったかいトロトロのチーズにドライトマト、卵で、これをバケットにこう乗っけて、よいしょと。このバケットも美味しそうだね。美味しそうだね、これね。これこういう感じで乗っけて、いただきます。うん、すっごい熱そう。うん、おいしいよこれ。めちゃめちゃいい感じ。うん、やっぱチーズとトマトって相性いいけどね、ほんと。うん、ね、ドライトマトちょっと甘いんだけど、うん、なかなか面白い味わいだね、これ。で、これでこのまま冷めたら、このチーズがドロドロしてるけど、この間にね、こうやってね、少し混ぜちゃえばね、トマトとこうやって、多分ね、変な話、こうくっついちゃうよね、この冷めた時に。で、そのまま冷菜としていけんじゃないかな、これ。うん、なかなかいい発見です。うん、おいしい。これあれですね、うん、やっぱり、うん、まあ、どうしてもチューハイタイムやっちゃったけど、本当はこれはワインだろうね。これ完全にワインの味ね、シャンパンとかね。うん、これはまあスキレットでみんなでこうやってバゲットでもいいし、これをまあ冷めたら、ちょっとこじゃれた四角いお皿に入れて、ちょっとした前菜で食べるっていうのもありだと思います。この単純にこうひらめきで作ったこのね、ドライトマトとチーズのアヒージョ、大成功です。皆さんやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい。